羽田空港では地元大田区の魅力を発信しようとイベントが開かれ、区内在住の職人の技が披露されました。このイベントはものづくりで知られる大田区の魅力を知ってもらおうと開かれたもので、町工場9社が作った下町ボブスレーの展示のほか、三味線などの職人が集まりました。こちらはこの道30年氷彫刻家の小野恒雄さんです。ドリルを使ってわずか5分見事に氷の花を咲かせました。素晴らしい素晴らしいの人が。一方こちらでは刻印を使ってストラップ作りを体験できるコーナーも。思ったより簡単で、はい、楽しかったです。大田区でもう一人になってしまいました。手彫りの職人は下手すれば私の代で終わってしまうんじゃないかと思うんですけども、ちょっと今一生懸命探してやってるんで、なんとか残してやいきたいと思ってます。今回初の試みでやりましたけども、今後も継続して大田区さんと、密に連携を取ってこういった CTPR のイベントを、やっていきたいなと思います。このイベントは明日も開かれています。